5年前、この町はまだ未完成だった。館内で他殺死体が発見され、殺人事件に認定されました。こっちも事件なの。それじゃ暴行。ああ。後でシュッシュしてあげるね。幹部の皆さんが多いですな。本部長を召喚する。沖田ひとみ管理官だ。事件は会議室で起きてるの。監視と盗聴による捜査です。ロイさん、所轄の仕事なんかどうだっていいでしょ。俺とスミレさんが追ってる被疑者がいます。僕だ、気づかれる。私たちの仕事はやらなきゃいいと言われるような、そんな仕事なんですか。リーダーのいる組織とは違う新しい形の組織なのかもしれない。あいつだ。ゆきろさん、柏木君。どうして現場に血が流れるんだ。俺たち下っ端はな、地べた這いずり回ってんだ。命令通りにな。捜査員の一人が重体です。血液が足りません。湾岸署は血液を求めてます。踊る大捜査線 The Movie 2、 レインボーブリッジを封鎖せよ。お願いします。仲間、助けてください。